さあそしてバッターボックスにはイチローが入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど。まずは見送ります。ワンボール。これは見送ってボール。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば先制。先制のツーランホームランです。オリックスバファローズ。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。バファローズ先制しました。2対0になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。そうですね、ちょっと低いかなと思いましたけどもね、伸びましたね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。